皆さんこんにちは。鎌倉もののふチャンネルでございます。鎌倉もののふ大将鎌倉聡でございます。はい、9月8日、北条の時政と北条の義時を甲斐の国へ派遣します。まあね、やっぱりね、どうしても、北条の義時がね、主役なので、北条の義時ってね、ずっとまあ、源の頼朝の近くに割といるんですよ。甲斐の国へ行ったり、房総半島にまた戻ってきたりとか、もうちょこちょこいろんなところに飛んでってるんですけど、まあ、史実的に言うとですね、まあ、この9月8日というのが結構キーポイントで、北条の時政と北条の義時は、まあ、このまま甲斐の国へ行って、駿河の国へね、武田軍と進軍していくという、まあ、流れになるんですよね、本当はね。なので源頼朝のもとには基本的にはいなかったはずなんですけど、まあ、やっぱちょっとドラマ上ね仕方ないのかなという気がします。続いて9月の9日小野田の森永が千葉から帰参します。まあ、5日間かかってきて帰ってきたということなので、小野田の森永は、まあ、片道2日半かけてね千葉まで行っていたということになります。まあまあ行けない距離じゃないとは思いますよね。まあ一人でね早生まれ突っ走って行くんであれば、まあ往復5日で帰ってこれない距離ではないですよね。はい、9月の10日、源頼朝は丸の御厨を巡視しています。丸の御厨についてはね、前回の動画でちょっとまあお話ししてるのでちょっと割愛しますけどもね、まあ阿波の国に9月10日までね比較的源頼朝はまあちょっとね、まあこの史実だけ見てみるとのんびりしてたんだなという印象ですね。まあといった流れでね阿波の国に、滞在していまして、9月の13日に、下総に向けて出兵したというのがまあ阿波の国での流れになります。9月の13日に阿波の国を出て下総の国の国府に、入るのが9月17日です。なので、まあ、4日間かけてます。まあ、直線距離にしてだいたい130キロぐらいなので、まあ、進軍するペースとしてはね、4日かかったというのは、まあまあ、妥当なのかなという気がします。まあ、途中でね、何もなかったというふうには思えないので、まあね、ちょっと小競り合いがあった可能性はもちろんありますけども、ひとまず史実的に、上総の国でね、何かあったというようなことは残ってはいないんですよね。房総半島でね、何があったかっていうのはね、結構謎な部分があります。はい、ちょっとドラマにね、話戻りますけれども、大場の影近が、上総の広常が源頼朝に味方しなければ、それでいいんだ、というふうに言っています。まあ、ここはね、結構史実と照らし合わせると、矛盾がある点になります。上総の広常が、反平家派として露骨に、謀反の兆候を見せているわけなんですよ。しかも平清盛の京都召喚、ね、京都へ召し出せという命令に、従わない、反抗的な態度をとっていますんで、今更ですね、平家方に味方したら、西門の城の官位を、なんていう風にですね、今更交渉するのはですね、やっぱちょっとおかしいんですよね。もうもはやね、まあ矛盾してます。今更官位をね、ちらつかせるようなね、そんな相手じゃないんですよね。上総の広常は、まあもうすでにね、謀反というかクーデターを起こしている状態にあります。京都召喚の指示に従わなかった時点で、もう討伐されてもおかしくない側なんですよね。平家に感動されてしまっていたほど、平家と因縁の関係でもありますし、上総の広常が、まあ今更ですね、平家方に味方するなんてことはですね、やっぱ考えにくいんですよね。なので、もう、まあ、確かにね、源頼朝に組みさなきゃいいって思うかもしれないんですけど、源頼朝に組みするか組みさないかは別として、完全に上総の広常は、もうこの時点でですね、反平家派としてはですね、まあ、かなり厄介な存在なんですよね。北条の義時が、すべてを手に入れてしまったものは何で動くのでしょうかというふうにですね、まあセリフで言ってます。上総の広常はですね、すべてを手に入れてるとはね、とても思えません。そうではなくて、むしろですね、もう当時の上総の広常にとっては失うものが何もない、なので恐れるものがない、そんな状態なんじゃないかなというふうに思います。増やしてもらわなきゃいけないほどうちは困ってないんだよというふうに言ってるんですけど、上総の広常はですね、平治の乱で敗れて以降はですね、まあ、相当平家からの圧迫を受けてまして、所領はわずかだったというふうに思います。なのでそんなね困ってないんだよなんていう状況じゃねないはずですね。でしかもですね、上総の広常はまあ、かつてね、流罪となって、上総の国に配慮された伊藤の叩きをにすり寄ってですね、まあ、艦隊した人物なんですね。まあ、つまり、まあ、監視役として、まあ、罪人を受け入れるわけなんですけど、まあ、大抵の場合はですね、まあ、やっぱりみんな仲良くなりたいんですよね。なんでかっていうと、まあ、罪人としてね、京都のね、偉い人が流されてきても、
大抵の場合は、まあ、すぐに許されて、京都に帰っていくもんなんですよ。やっぱりね、その時に、仲良くしておくことってね、すごく利点があって、それはね、他の、例えば、そうね、平兼高の監視役だった堤の信長とか、まあ、あるいは北条の時政がね、源頼朝を受け入れてた部分も近いものあると思いますし、やっぱりね、罪人を受け入れるっていうことは、一つチャンスでもあるんだと思うんですよね。上総の広常のその時の心境としては、まあ、平家の後ろ盾を得て、場合によってはね、まあ、これは憶測になりますけども、兄から上総権之助を奪いたいという意思もあったかもしれませんし、一族間でね、所領争いしていたのはまあ間違いないので、まあ、その辺の一族間での、まあ、所領争いというところに、まあ、優位に立ちたかったという部分がおそらくあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ところが、逆にですね、平家と対立して感動されてしまうほどの窮地に、立ってしまいます。まあ、つまり伊藤の忠清との関係が悪化して、結局は平家にすり寄っていったつもりが、平家に逆に感動されてしまったわけなんですよね。まあ、それがね、治承2年の1179年なので、まあ、このドラマの1年前に上総の広常は、まあ、相当平家との確執というかね、対立を起こしていたということになります。上総の広常は、源頼朝は利用する値打ちがあるのか、担ぐに足る人物なのかと尋ねているわけですけども、かつてですね、上総の御曹司と言われた源義朝を担いで、上総の国に大きな勢力を誇ったのが、まあ、この上総の広常の一族であったり、三浦の一族ということになるわけなんですけども、この房総半島にね、源頼朝を招致するということが、三浦一族や上総の一族にとっての念願であって、源頼朝を担いで、セリフにもあるように、坂東武者のための世を作るということがですね、最も切実に願っていたのは、まあ、この上総の広常、その人、だというふうにね、思います。で、ドラマ上ではですね、たびたび上総介って風に紹介されてるんですけど、当時の上総介はですね、伊藤の叩き用なんですよ。なので上総広常じゃありません。で、上総の権之助についてもですね、上総広常のお兄さん院頭の常重が上総権之助でございます。上総広常にとってで、まあ、多少語弊あるかもしれませんけど、上総介の伊藤の忠清や、まあ、平家にべったりのね、兄貴の院頭の常重っていう、この二人はですね、まあ、邪魔な存在なんですよね。はい、9月の17日、千葉の常胤が、下総国府で源頼朝と対面します。まあ、この9月17日なので、もうすでに源頼朝は、阿波の国を立って下総に入ったということになります。まあ、ドラマ上ではね、安西にいるような雰囲気なんですけど、もう日数的にも史実的にももう千葉に行ってるんですよね。源頼朝はね、千葉に入ってからまあ千葉の常胤と会ってるわけです。まあ千葉の常胤はですね、お父さん、千葉の常重がですね、かつて天養2年1145年に上総の広常のお父さんの嵯峨の常住が担ぎ上げた源義朝によってですね、相馬の御厨、まあ相馬軍の伏瀬郷というところで奪われてしまっています。まあその後ね、千葉の一族たちがね頑張って、南相馬だけはねなんとか回復するんですけど、実はですね、その数年前のですね、宝延2年1136年にですね、下総の国主藤原の近道によって千葉の常重がですね逮捕監禁されて、相馬軍の立花城というところを強奪された事件がありました。でそのことをきっかけにですね、嵯峨の常住が介入してきてるわけなんで、結局ですね、まあ、千葉の常重と、まあ、千葉の常胤の親子にとってみればですね、下総の国において、まあ、この藤原の近道とか嵯峨の常住や源義朝にですね、まあ、この相馬という地がね、まあ、数年にわたって攻め込まれてしまっていたということなんですよね。はい。で、嵯峨の常住はですね、下総の国香取郡に根を張る豪族で、まあ、千葉の常重とか千葉の常胤と、まあ、まあ、同族というか親戚ではあるんですけど、阿波の国に進出した、三浦の義明とですね、義見を通じて、三浦の義明のこの、三浦の義澄の元服のですね、宝延7年、1141年頃に、烏帽子屋を務めるほど、三浦一族と、それから源義朝とですね、関係を強化して、上総の国に勢力を一気に拡大していきます。まあ、ちょっとね、この辺は複雑なんですけど、まあ、結局何が言いたいかというと、千葉の常胤にとって、
して、藤原の近道も、源義朝も、嵯峨の常積も、侵略者なんですよね。で、これはまあ、親の代からの敵なんです。なので、まあ、ちょっと時代は変わってますけど、まあ、そこからもう40年近く経ってるので、まあね、代替わりしてるわけなんですけど、千葉の常胤にとってみればですね、藤原の近道の孫の藤原の近政、それから源の義朝の子の源の頼朝、嵯峨の常積の子の上総の広常もですね、もう憎き敵なんですよ。でね、この点は結構やっぱりね、ポイントだと思うんですよね。千葉の常胤にとって、源の頼朝や上総の広常も親の代からの憎き敵だっていうことは、これね、一つのね、忘れてはいけないポイントだと思うんですよね。参考になったよっていう方はね、ぜひいいねボタンとですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。